どうも、エルザです。それでは、ポケモン剣盾、やっていきたいと思います。さて、会話しますかね。先ほどは村を守ってくれて感謝であると。本当であれば世が操を制するべき。ではあるが、思念を飛ばし立ち去らせるのが精一杯であったと。絆の手綱があれば、たやすく、御しきれたであろうにと。作ろうよ。花が必要。何？絆の手綱は世が咲かせる輝く花と、相葉の盾紙で作る花。花。そうか、そうであったか。人間が絆の手綱を捧げなくなったのは、世への信仰を忘れたからと思っていたが、その材料を世が作れなくなったからであったか。長き間ずっと勘違いしていたようであるな。輝く花は多くの力を使わねば咲かぬゆえ。数百年咲かせられなかったが、先ほどから少し力が湧いてくるのである。どれ、逆たぶりに輝く花を咲かせてみよう。クラウス・ブルムス。人の子よ、これを。輝く花びらを手に入れた。ひとひらの花びら、淡い光を放っている。いやー、だいぶ疲れてるね。花一輪はさすがにきつかったである。足りるかどうかわからぬが、その花びらを用いて、絆の手綱を作ってほしいである。手綱を作る一族の末裔が村にいるはず。頼んであるぞ。そしたらあのおばあちゃんに話してみるか。あとは村長かな。あ、マジで？コスモックゲットだね。かわいいよね、コスモック。あれがああいう風に進化するんだからね。本か。手綱、手綱。おや、お客人。いや、村の救世主。本を読みに来たのですかな？違います。お願いが。なんと、絆の手綱を作ってほしいですと？いやはや困りましたの。わしのひいじいさん自体なら作ることもできたんじゃろうが、今や伝統の作り方を覚えているものはおりません。それに手綱を作るのに必要な花もないじゃろう。花びらなら、それは輝く花の花びら。もし本物だとすると、宝珠の王が本当に、いや、まさかな。確かにわしの先祖、おとぎ話をなぞり、花とポケモンの体毛で絆の手綱を作ったそうじゃ。今や忘れ去られた古い伝統じゃがな。しかし、お客人にはお世話になったでな。材料を貸してくだされ。ほう。村長が作るのか。今こそわしが村の伝統をよみがえらせてみせよう。チク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 。ぬいぬい。ふむ。全然ダメだったようじゃ。手先は器用な方なのじゃが、もっと繊細なテクニックがある。人でないと手綱は作れんぞい。そう、しょげないでおくれ。いや、本当にすまなかったの。おーい、村長さんよ。お？借りてる部屋のシャワー、お湯が出なくなっちまったぞ。あ、そっちもすまなかったの。後で見てみますじゃ。お、隊長。なんか取り込み中だったか。空気重いぞ。実は。
だーはは、なんだそんなことかよ。要は暇ができりゃいいんだろ。材料貸してみ。え？で、この花びらと木をどうすりゃいいんだ。古本では僭越ながら、花を丸くくぐらせて縦紙挟めば王のため。いや、歌うのかよ。まあいいや。うりゃ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 。これよ、できたぞ。これでいいか。絆の手綱を手に入れた。光にかざすと輝く布、昔人間が宝珠楼に感謝の気持ちとして捧げていた。意外と器用。顔に似合わずやるの、まさしく我が家に伝わる絆の手綱ですじゃ。だーはははだてにジャジャーマ娘の洋服お裁縫してねえす。あ、それすげえな。いいパパさんじゃん。ちなみに隊長にあげた探検員も俺のお手製だぞ。何にせよ絆の手綱が手に入ってよかったの。村長役立たずやな。いや、すごいすごい。ピオニー。いや、すごいんだけどさ、重いよね。いやー、気づいたらまた立ったまま、外で寝ちまってた。体が冷え切ってからアジトでシャワー浴びようとしたら、冷てい水が出てきちまって始末。オラードびっくりして、すっぱだかの。てよわわわ。ボタンさえ押してくれなかった、押させてくれなかったね。人の子よ、絆の手綱を作れたであるか。ピオニー隊長が。ほう、こやつには助けられてばかりであるな。嬉しいことは続くも、要は先ほどの相場の居場所をついに突き止めたである。レイスポスは冠神殿をねじろにしているである。かつて世とあやつが共に過ごした場所。かつてを思い出すので、世は足が遠のいていたが、まさかやつ、世との思い出に浸って、いや、まさかな。冠神殿は北の山の頂点にそびえ立っておる。あそこか。絆の手綱と人参を携え、取ってきてほしいである。登ってきてほしいであるか。では、世は急ぐゆえ、先に向かうである。頼んだであるぞ。あら、連れて行くのね。さあ、落ち合うにしてもどう行くんだ？ぐるーっと回ってか。おー、違う方向行ってたみたいだね。ここは密集地帯ってことか。あそこ行きたいね。お、そろそろ着くね。さあ、冠神殿到着と。ここにもあるのか。結構隅々にあるね。で、技マシンもあると。強さを、技何歩いてたっけ。あー、ルガルガンでいいか。
うん、これはセーブしておこう。アイテムはやっぱあったね。やらしいよね、あの木の裏に置いとくとかね。さあ行こっか。あら、意外と意外と話すまでは大丈夫？ああ、そんな感じだね。人の声を待ちわびたぞ。冠神殿はかつて世が住んでいた場所。レイスポスは力を失い、今の世は侮り。ここを根城にしているのだ。おお、絆の手綱、持ってきてくれたであるな。この手触り、この色、ツヤ。ああ、懐かしや、懐かしや。レイスポスはとても気ぐらいが高いポケモン。操り以上の力を見せねば、主として認めてくれぬが、絆の手綱を用いて直接世の力を送り込む。さすれば、あやつは再び世に寄り添ってくれるであろう。さあ、人の声を、あやばをおびき寄せるため、人参を置くか。アイテムは特に、ないかな。人の声を、いよいよであるな。しかし、お主は一度相場を打ち負かしておる。あやつは脅威となる者には好んで近寄らぬゆえ、身を隠して戻るのを待ち構えるである。なんじゃこりゃー。いや、まあ、それが正解だよね。頭でけえし、乗ってるし。寺を迎え迎え、ランバウンバ？ゲー喋った。カムーカムンギ。なんだよ。カムルムムカムンバ。ああ、わかんねえけど、そうなのか？つうか、お前さんは一体って、また来たってよ、わんわん。人の子よ、お主らのおかげで世のもとに相場が戻った。おかげで全盛期の力を取り戻さ。へえ、信仰をなくしたと思い込み、相場をもなくし、孤独の淵にいた世をお主は救ってくれたのであると。感謝してもしきれぬとはまさにこのこと。してどうであろう、今の世を捉えることができたなら、
お主を認め、その道に力を貸そうぞ。あ、そうだね。返しておこう。あのポーズで？さあ、やるか。カブンバクラムンバ。そうだね、ボールを構えよう。バドレックスが現れた。カムンバカムール。ジンバ一体。ああ。これで属性が変わったりするのか。じゃあ、もらったバスターボール、ありがたく使わせてもらうか。さあ、バドレックス。あっという間だったけどね。エンペラーポケモン。ああ、エスパーゴースト。だからこれがエスパー氷ってことか。ああ、その違いなんだろうね。黒馬城の姿。荒れ地を緑にするため、絆ありに結ばれたポケモンとガラルを駆け巡ったと言われてる。だからよく見ると足、あんな感じだったんだね。人の子、いや、エルザよ。もうテレパシーまで使えるか。これからよろしく頼むであるぞ。おう、隊長か。俺だ、ピオニーだ。今しがた変な信念で頭でっけえのがつらつらと喋り出した夢見てな。隊長もそこにいてよ。その夢が妙にリアルで、なんだか不安になって連絡しちまった。隊長怪我してねえか。危ない目に遭ってねえだろうな。大丈夫。おう、そうかそうか、そいつはよかった。だはは、安心安全あってこそかだから、ピオニー探検隊だからな。ちゅうわけで気ぃつけて帰ってこいよ。家に帰るまでが探検だからな。だはははは。宝珠の王。宝珠の。まあ微妙な感じだな。まあ使ってみようかね、次ね。せっかくだから。こうだな。じゃあちょっと報告まで行こうか、せっかくなんで。あ、違う違う、キャンプではない。キャンプできるんだって感じなんだけど。タウンマップで。いや、ここまで遠かったよ、だいぶ。さあ、バドレックスについて報告。何？伝説のバドレックスを捕まえただと？どすげえな、報告してくれよ。頭でけえ。そそいつがここいらを占めてる宝珠の王なのかな？ムーン、なんだかめちゃくちゃ見覚えあるようなないような。とにかく、なんかポケモンにまたがってるし、頭でけえのも冠に見えるっちゃ見えると。大体王様ってことが、探検達成にしとくか。調査完了。他に報告した伝説は、
巨人、鳥。ああ。岩の巨人。ああ、じゃあ、こっからまた、伝説を全部見つけていくのか。よし。じゃあ、今回ここまでにしましょう。まあ、そうだね。冠雪原の宝珠の王編はクリアという感じだね。次回は巨人系やっていこうかな。うん、そうしよう。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃー、またね。